誰もが自分らしく輝ける健康長寿の街。みんなきらめけハッピー体操は、東松山市独自の介護予防体操で、楽しく体を動かしながら筋力やバランス、柔軟性を整え、全身機能の維持向上に効果があります。きらめけサポーターと呼ばれるボランティアが体操の指導員として活躍しています。その結果、年間延べ3万7000人以上の方がハッピー体操に参加しています。昭和32年に設置された東松山市国保直営診療所をその起源とする東松山市立市民病院は、12科114床の総合的病院で、市内はもとより危機地域の中核的医療機関としての役割を担っています。市民病院は、私たちの心はいつも患者さんのためにをモットーに、患者さん中心の医療を提供しています。東松山市総合福祉エリアは、障害のある方や高齢者の地域での暮らしを支える複合施設です。介護老人保健施設としての機能のほか、総合相談センターを設置し、24時間365日相談を受け付けています。東松山市では、医療費の急増や急速な高齢化の課題を解決するため、埼玉県が取り組む健康長寿プロジェクトのモデル都市として、平成24年から事業に取り組んできました。健康長寿都市東松山モデルでは、市民、大学、事業者と行政が一体となり、健康づくり、生きがいづくりにつながる数多くの事業を実施しています。中でも、ウォーキングを主体とした毎日1万歩を歩くことを目標とする毎日1万歩運動は、健康寿命の延伸と医療費の抑制に効果があることが立証され、この運動は県内各自治体にも広がっています。